2021年11月時点では、航空自衛隊の現行の F2 戦闘機の代替機となる次世代戦闘機開発について、あまり新しい情報を目にしないというのが正直な感想だったよね。2020年の末に日本政府としては三菱重工業者を次期戦闘機開発の主管企業として独自性を保つ方針を打ち出し、この傘下に国内の各分野の企業、エンジンであれば IHI 社が紐づく開発体制となることが伺えたよな。その他、機体そのものにはスバル社、レーダーやセンサなどの電子機器類などには三菱電機社や富士通社 NEC 社といった会社名が並ぶ中、現在の最新鋭である F-35 ライトニング2などの第5世代戦闘機の開発経験が日本にはないもんね。このため F-35 ライトニング2を擁するロッキード・マーチン社を技術支援先企業として選定しており、正式な契約の締結に至ったとはまだ報じられていないが、実績を鑑みればまず本契約は間違いないと思われていたぜ。そうだね。さて今回は、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機となる、次世代戦闘機向けに IHI 社が開発した XF91 エンジンについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。こうしたアメリカのロッキード・マーチン社の選定と並行して、2021年の6月にイギリスで行われた G7 サミット以後は、次期戦闘機のエンジン開発へイギリスのロールス・ロイス社の参画も調整に入ったと報じられたよ。ここでは当時の日本の菅首相とイギリスのジョンソン首相とがトップ会談を行い、6月の下旬には防衛省側の日本の次期戦闘機開発の担当者が、イギリス入りして実務者レベルでの打ち合わせも開始されたと伝えられていたんだ。こうして日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機計画は、あくまで自国主導の原則を掲げてはいるものの、国際的な協力体制を合わせて目指す方向性が加えられることとなり、アメリカとイギリスとの3国での調整が打ち出されたってわけ。この方針は次世代戦闘機開発にあたって日本の企業のみで推進しようとした場合、特に主要な部位となる電子機器類やエンジンの開発コスト、および技術的な困難が予想されることへのリスクマネジメント回避策だと見られるぜ。2021年時点で航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機は総数で91機であり、これを代替する次期戦闘機の生産数もほぼ同様であろうと考えられ、その数の開発では費用対効果で見た場合に釣り合いが取れないと判断されたためだろうね。次期戦闘機は現行の F2 戦闘機の退役が進んでいるであろう2035年頃での実戦配備を目指すものとされているんだけど、イギリスのロールス・ロイス社とエンジンの共同開発を行うことで、量産によるコスト低減と輸出も視野に入れているみたい。確かに最大でも90機ほどでしかない次世代戦闘機用のエンジンを内製化に関わるよりも、ロールス・ロイス社との共同開発を行えば量産化によるコストの圧縮は見込めそうだが、輸出を川山用するのは早計に過ぎる気もしないではないぜ。ただでさえ戦後これまでアメリカ一辺倒であった日本の兵器開発に、初のイギリスとの協力という未知の領域に挑戦することになるもんね。それにあたって、性能と効率以上の面にまで期待を抱くのはどうかと思え、計画が軌道に乗ってからにすべきに感じるよな。しかし現状の次期戦闘機開発の流れの中で、すでに2018年6月に IHI 社が防衛装備庁に1機の試作エンジンである XF91 の納入を行っていることもあり、この XF91 の扱いが今後どのような形になるのかも気になる部分ではあるよ。IHI 社の XF91 エンジンは2010年から開発に着手されたもので、この当時の新型戦闘機のコンセプトであった I3 ファイターに搭載する前提で進められらており、スリムかつ大出力を掲げてその実現を目指していたんだ。スリムかつ大出力が XF91 エンジンに求められたのは、第5世代戦闘機で実現された高度な機体のステルス性能がベースにあり、これを継承しより多くの兵装や燃料を搭載する容量を機体に確保する必要性があったためだね。結果 XF91 エンジンは全長が約 4.8 メートル、吸気部の直径が約1メートルと第4世代戦闘機の F15 イーグルが搭載する、V
プラット&ホイット2社製の F100 エンジンとほど同様の寸法に収めることに成功したんだ。また XF91 エンジンはアフターバーナ作動時には15トン、未使用時でも11トンの推力を発揮し、高圧タービンの入り口付近の温度は1800度にも達するんだけど、この高温に耐えうるタービン周りの部品の製造力を実現しているよ。さらに今後の戦闘機エンジンには必須とされているのがアビオニクスや兵装に対応した大電力の発電能力だが、XF91 エンジンでは 180kW と言われる発電容量を達成しており、十二分にこれに応える能力を有しているとされてきたな。このような XF91 エンジンの性能には中国のメディア等からも警鐘を鳴らすような記事が散見されるなどしていたけど、同国の第5世代戦闘機である J20 において課題とされてきたエンジンの国産化も徐々に整いつつあるみたい。ここ最近の中国ではこの J20 の複座型である J20S や、航空母艦の艦載機として初のステルス戦闘機となる J35 がインターネット上でも画像が見受けられるようになってきており、日本最大の仮想敵国として注意を怠れないよね。だがせっかく試作機の納入まで進んでいた IHI 社製の XF91 エンジンだが、共同開発が有力視されるロールスロイス社が自国の第6世代戦闘機テンペスト計画用に開発を進めている。新型エンジンはこれを確実に上回る仕様のようだぜ。ロールスロイス社のテンペスト計画用の新型エンジンは、タービンの入り口付近の温度は2000度超えに到達しており、欧州各国で共同開発したユーロファイタータイフーンと比較すれば10倍以上の発電能力を持つというよ。ユーロファイタータイフーンが搭載するのは、ロールスロイス社製のユーロジェット EJ200 エンジンだけど、残念ながらこのエンジンの発電能力は具体的数値は不明とはいえ、メーカーが10倍と表現するのだから相当なものなのだろうね。ちなみに F35 ライトニング2に搭載されているプラット&ホイット2社製の F135 エンジンの発電量は 1600kW とされており、これに不足を感じているアメリカ空軍では独自に新型エンジンへの換装を予定しているぜ。F35 ライトニング2は、今行われているブロック4の最終段階へのアップグレード時には現行の F135 エンジンでは能力不足になると指摘されており、アメリカ空軍以外にはその強化版となる F135EEP エンジンが用意される模様だね。こうした動きを見ていくと日本の次期戦闘機においても IHI 社製の XF91 エンジンの強化を自国内だけで実現することは厳しいと判断したと思われ、特に発電能力に関してロールスロイス社の技術に期待しているのではないかと感じられるよ。日本主導での開発が掲げられる次期戦闘機だが、それに固執するあまりエンジンをはじめ性能が対中国対ロシアに向けて伴わないようでは本末転倒となり、また米英に譲歩しすぎれば開発する意義そのものが問われる可能性すらあるからな。そのあたりのさじ加減を柔軟に対応しつつ、日本の兵器開発の技術力にプラスとなる仕様が実現され、F2 戦闘機との確実な代替が実現されることを切に願ってやまないというのが現時点での偽らざる心境かな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の次期潜水艦建造計画が進んでいるんだけど、データなどは非公開となっているね。当然といえば当然だけど、スペックはどんなものなのかな?と考えてしまうこともあるよね。潜航深度が深くなれば隠密性は高まるが、浅い海域でも機動力はやはり必要なわけで、そのためには、機関である電池の性能次第ということになるんだろうな。そうだね。さて今回は次期潜水艦の性能について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年時点で海自が保有している最新鋭潜水艦といえば太平型だったよね。一番艦太平は2020年10月に進水、2022年3月収益予定になっていて、二番艦白鯨が2021年10月に進水、2023年3月収益予定となっているよ。太平型は前級の双流型のデザインを機構的にも踏襲した潜水艦といえ、特に双流型ラストの2隻、
11番関王流と12番関東流の正常進化版と位置づけられるものらしいんだ。機関部の構成も同様ということからもこの事実が伺え、王流、東流と同じく体系型も機関としてディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦で、データでは王流が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.3 メートルで、軸出力は5600馬力、水上13ノット、水中20ノットのスピードと見られているよ。一方の体系型だけど、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水上13ノット、水中20ノットのスピードが予測されているんだけど、一目瞭然、すべての数字が似通っているよね。こういったデータを見た場合、面白いことに気がつくんだけど、実は総流型1番艦から10番艦までの重積は軸出力は8000馬力ほどもあって、つまり機関部構成がディーゼル機関とスターリング機関、鉛製バッテリーと発電機の組み合わせだった頃は、現在より数値の上では高かったんだ。しかし、そういったカタログ数値以上に重視されていることがあり、機関構成のシンプル化と艦内スペースの増加、鉛製に比べて高速充電可能となり、持続力が向上したリチウムイオンバッテリーの採用によって、実際の運用上効率は勝るとも劣らないと言われていて、馬力が落ちても、他の要素で取り返すことができそうだな。とはいえ、この比較はあくまでも今までの海上自衛隊の通常動力型潜水艦と話で、他の国の原子力推進潜水艦と比べたら、出力やそこから生み出される水中速度などでは劣ってしまうことは残念ながら避けられない事実と言えるぜ。原子力推進型潜水艦の水中速力はだいたい30ノット以上と見られていて、通常動力型潜水艦では世界でも最高水準と考えられている海自の体系型や総流型の速度と比べると、およそ 1.5 倍以上の数字を叩き出しているわけだから、運用目的や用途はおのずと異なってくるのが当然だね。前述のように、原潜は水中速力と長時間の潜航航行が可能です。敵の原子力潜水艦に対して、日本の潜水艦の取る戦術は、特定海域での待ち伏せであり、俗にチョークポイント、チョークポイント制海権を握るために重要な海上水路と呼ばれる地点に潜んで、敵艦の行動を妨害するものと思われるよ。つまり、こちらから撃って出ることはしないというわけだね。特に海自潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦は対地攻撃用のミサイル等の兵装を実装しているが、こちらは対艦攻撃用の兵装のみの実装だから、待ち伏せ戦術の傾向がより強くなっていくことが予想されるぜ。韓国の国産潜水艦のトサンアンチャン補給初期型バッチ1の場合は、通常動力型ですが潜水艦発射型の VLS を6機搭載して、攻撃型潜水艦の範疇に含まれる潜水艦でもあり、同時に対地攻撃能力の獲得を目指しているらしいと言われているよ。何度も言うけど、こうした他国の潜水艦とは違って、海自の潜水艦は純粋に敵潜水艦を含む対艦攻撃に特化した艦艇だから、傭兵思想そのものが日本領海防衛に限定されているということを再度考慮する必要があるんじゃないかな。2020年に大芸が進水式を迎えるまで、潜水艦の推進方式に従来のプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットあるいポンプジェットと呼ばれる推進方式を採用すべきという意見が一部にあったんだ。確かにウォータージェット推進方式は一部の国の潜水艦に採用されていて、例えばアメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレー級などなんだけど、これらの潜水艦は全て原子力推進型の艦艇なんだよね。潜水艦以外にもウォータージェット推進方式は採用されていて、例としては、レジャー用小型水上バイクや、22ノットを超える高速船の一部などにも取り入れられているし、水上艦では40ノット以上のスピードを発揮する艦艇もあるみたい。ウォータージェット推進方式は搭載している艦艇が接する周囲の水を一旦吸い上げた上で、
高圧ポンプを動力源にして噴射して進む方式だけど、物理的効率はスクリュー式よりも低いから、燃費が悪い方式でもあるんだ。燃費の悪さというデメリットはあるにしても、前述したように一部の原子力推進型潜水艦がウォータージェット推進を採用している理由は、原子力という動力源が大きな影響力を持ち、一般の通常動力型潜水艦とは比べ物にならないほどの出力を生み出すからだな。別の意味で言えば、原子力を持たなければウォータージェット推進方式はあまり効果がないということになるのかもしれないぜ。改めて確認だけど、日本には原子力推進型の潜水艦はないよね。にもかかわらず、太平型にウォータージェット推進が採用されるかのような噂がネット上に流布した背景を探ると、2019年令和元年に千葉県の幕張メッセで開催されたマストアジア2019という展示会の影響があったのではないかと考えられるんだ。マストアジア2019で海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーである、三菱重工業者は将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示していて、その中にウォータージェット推進の採用が盛り込まれていたんだよね。この時に三菱重工業者が展示していたのは、あくまでも次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージをアピールすることが目的だったんだろうけど、これを見た気の早い一部の人がそういう型に続く新型潜水艦にウォータージェット推進が採用されると早が転してしまったみたい。この当時、潜水艦の名前は決定していなかったし、太平型という名称も未定な新型潜水艦だったけど、一番艦太平は前年の2018年3月には寄港されてたので、次世代潜水艦という表現にはそもそも合致しないよね。だから、このイメージ図を本来的な意味で次世代潜水艦だと解釈しても、建造が始まっている太平型ではなく、それ以降の潜水艦と考えるのが順当な判断だと思われるぜ。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向をノズルの向きで変更できるから、舵が不要だし、高速度を実現できるというメリットもあるから、潜水艦に実装すれば有利ということは疑いようのない事実じゃないかな。しかし一般的には25ノットまでの速度域では、従来のプロペラによるスクリュー式が動力源の約 65% の効率に対し、ウォータージェット推進ではここから 20% ほど低い効率しか実現できないと言われているよ。二つの方式のエネルギー効率は、30ノットの速度を超える時点で逆転するとされているから、最新のリチウムイオンバッテリーで水中速度20ノットほどの日本の潜水艦では、30ノットに達するのはかなり難しいと思われるんだ。今後リチウムイオンバッテリーがさらに進化して全固体化となれば、そこで得られるパワーによって現行の水中速力を20ノットからアップさせる可能性も考えられるけど、1.5 倍にもなる30ノットの実現にはかなりハードルが高いと推測されるよ。そういった課題を考えると、日本の潜水艦が通常動力型である以上、ウォータージェット推進方式を採用してもメリットはないよね。そうだね。つまり、抜本的な技術革新が実現されない限り、ウォータージェット推進が実装されることはないと思われるんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年3月から広島県呉市のジャパンマリンユナイテッド呉事業所内の修理ドックにおいて、来年度から航空自衛隊に配備される予定の垂直短距離離着陸 VSTOL 機 F-35B ライトニング2を、艦上で運用する軽空母への改修が進められている海上自衛隊第4護衛隊軍所属の、出雲型護衛艦の2番艦加賀の艦首部分の画像が12月27日に第4護衛隊軍のツイッター上で公開され、加賀への空母化改修が着実に進められていることが明らかにされたよ。出雲型護衛艦の飛行甲板の艦首部分は、元は艦首に向かうほど幅が狭くなる大形状であったが、この形状のまま航走していると艦首付近に乱気流が発生し、短距離発艦を行う F-35 に悪影響を与えることが判明したために、出雲型護衛艦に艦においては監視形状をアメリカ海軍においてやはり F-35B を運用している、強襲揚陸艦と同じように四角形になるように改修されていたものだな。
懸念される問題は全て潰しておかないといけないからね。完璧な空母として日本の海を守ってもらわないと。岸田総理は税金で防衛費を取ろうとしているけど、自民党は選挙で勝てないよな。さて今回は空母化改修中の海上自衛隊護衛艦加賀艦首部分の画像が公開されたことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。公表された画像を見ると、艦首部分の飛行甲板が横に張り出して四角形の形状となっているほか、さらに飛行甲板上の右舷艦首側にあった近接航空防御火器システムシウスの、高性能 20mm 機関砲ファランクスが撤去されていることも判別できるね。このファランクスが甲板拡張のために一時的に撤去されたのか、あるいは発艦時に邪魔となることを見越して艦橋に近い箇所に移動されたのか、そのことについての情報はないが、飛行甲板上の艦首部分では F-35B の発艦時に障害物となる可能性があり危険であるため、移動されたと考えるのが妥当であろうと見られているよ。出雲型護衛艦の空母化改修計画は、まず1番艦の出雲から始められ、2020年年度令和2年度に出雲の改修費として31億円が計上され、F-35B の発着艦を可能にするための最小限の改修が行われ、飛行甲板の4番5番スポットヘリコプター発着艦用スポット周辺は F-35B が垂直着艦することが想定されていたため、その際に甲板に吹き付けられる高温のジェット噴流に耐えるだけの耐熱塗装が施されたほか、飛行甲板には縦に赤と白が交互に塗られたセーフパーキングラインが引かれたが、これはラインより左舷側が滑走路で、右舷側が駐機スペースエプロンとする目安なんだ。飛行甲板の滑走路となる艦尾から艦首の部分には、滑走ラインとなる白黄色のトラムラインが縦に引かれ、それと交差するように引かれた2本のラインは、短距離発艦する際に F-35B の水力ノズルが下に向ける目安のショートテイクオフラインが右舷にある艦橋の前端あたりに引かれ、その250フィート先には発艦ポイントとなるバウラインが引かれているぜ。出雲にはこれらの他に飛行甲板に誘導灯が設置されるなどして、F-35B が初着艦可能となる最低限の改修が施され、2021年10月5日にアメリカ海兵隊岩国基地所属の F-35B2 機が、四国沖の太平洋上において出雲への発着艦試験を成功させて、太平洋戦争以降日本の海上自衛隊の護衛艦に初めて固定翼機が発着艦するという記念すべき日となったってわけ。出雲への今後の改修予定は2024年に2回目の改修が行われることになっていて、今回加賀に施された艦首を台形から四角形へ形状変更する工事などが予定されており、出雲については2026年度に空母化改修が終了する予定とされているね。そして2番艦の加賀は当初の計画では2021年令和3年3月からの定期点検で全ての空母化改修を一度に行う予定であったが、当初の計画では艦内の格納庫などの動線などについて問題があることが発覚したため、艦内の改修工事を先延ばしすることになり、今回の第一次改修は2023年令和5年に終わり、その後着艦誘導装置や温度計測装置の設置や飛行甲板上の標識等皮の改修のほか、衛星通信装置なども改修が加えられて、最終的に軽空母への変身が完了するのは2027年度令和8年度の定期検査時とされているんだ。この着艦誘導装置は、アメリカ海軍とレイセオン社が共同開発した。JPALS ジョイントプリシジョンアプローチ&ランディングシステムで、両艦への搭載が予定されているよ。JPALS って？ JPALS は GPS 衛星信号と管制広報システム INS を利用して、F-35B やオスプレイといった海上を飛行する航空機器を着艦させるために自動的に、そして安全かつ正確に誘導する全天候型のシステムであり、防衛省は2023年度令和4年度予算ではまず出雲にのみ JPALS を搭載して、先に紹介したように加賀の分は後年度に取得する方針としているんだ。出雲型護衛艦の空母化改修予算について、日本政府は2022年12月23日に、
対前年比で 26.3% 増となる過去最大の6兆8219億円もの2023年度防衛予算案を閣議決定し、それまで2023年度令和4年度防衛予算における出雲型護衛艦の改修費用として請求されていた、出雲の着艦誘導装置の先行取得費用36億円、アメリカ軍からの技術支援経費12億円、加賀の航空管制室の視認性を高めるための管制室ガラス窓変更などの工事経費、13億円など2022年の夏に出されていた概算要求に対して16億円が上積みされたよ。一方、軽空母となった後の出雲型護衛艦に搭載されて運用される F-35B については、2023年度令和5年度予算において、8機の取得費として1435億円が計上されていて、こちらもまた2022年夏の概算要求では6機を取得する予定とされていたものが、さらに2機分が上乗せされた形となっているぜ。2022年度令和5年度予算では4機を取得するとして510億円を計上していて、2021年度令和4年度予算では2機の取得費259億円、2020年度令和3年度予算では6機の取得費793億円をそれぞれ計上したため、来年度と合わせると20機の F-35B を航空自衛隊が保有することとなり、防衛省においては最終的に42機の F-35B を導入する計画だな。これら導入された42機によって航空隊が新設され、国内での地上配備先として宮崎県新富町にある航空自衛隊ニュータバル基地が計画されていて、アメリカで航空自衛隊パイロットの教育が行われた後、2024年度令和6年度から配備が開始される予定となっているね。空母化改修を終えた後の出雲型護衛艦へ搭載できる F-35B の機数はそれぞれ20隻程度とみられ、飛行甲板上への搭載を最大に見積もっても18機がせいぜいであろうとみられていて、このことから多額の費用をかけて2隻を空母に改修しても、中国海軍の空母1隻の搭載機数に満たないとして意味がないとする軍事専門家が存在しているのであるが、これは単純に搭載機数だけを見ただけの短絡的な見方なんだって。海上自衛隊の仮想敵である中国海軍は、現時点で2隻の大型空母遼寧と山東を就役させ、3隻目の福建が先日浸水して間もなく就役すると見られていて、ここ数年はミサイル防空巡洋艦などとアメリカ海軍のような空母打撃群を編成して、東シナ海から西太平洋にかけて活発に活動していて、第二海軍とも称される中国海警局の艦艇が、沖縄県石垣市の尖閣諸島に連日出没しては領海侵犯を繰り返し、軍事的圧力を強めているよね。中国は本当にやりたい放題だもんね。その一方で、尖閣諸島防衛の拠点である南西諸島で、航空自衛隊の主力戦闘機 F-15J イーグルや F-35A ライトニング2通常離着陸型が離着陸可能な、2400メートル以上の長さの滑走路があるのは沖縄本島の那覇基地のみであるが、尖閣諸島に中国軍が上陸する際には那覇基地は真っ先に攻撃対象となるとみられ、対地ミサイルの方は攻撃を受けて破壊される可能性が大きいな。那覇基地が使用不能となれば、尖閣諸島付近の空母から飛び立つ中国軍機に対し、航空自衛隊は遠い九州の基地からの往復が必要となり圧倒的に不利な状況に置かれてしまうんだ。しかしニュータバル基地の F-35B は島の短い滑走路でも離着陸が可能であり、さらに出雲型空母を南西諸島付近に配置して活用すればさらに F-35B の活動拠点が増え、離島防衛に当たることができるってわけ。この場合出雲型護衛艦は移動航空基地として運用されるため、それ自体に搭載する機数が少なくとも問題はなく、日本の離島防衛に貢献すると考えられているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。